三角刀や丸刀で版画を彫るとき、線がギザギザになってしまったり、彫刻刀が前に進まなかったりすることがあります。実は、彫るという言葉に問題があるのです。彫るというと、穴を彫るということをイメージしてしまいます。初めて彫刻刀を使うときは、鉛筆持ちではなく、指を揃えて持つよう指導します。けれども、いざ彫り始めると、彫らなければという意識が強く働き、どんどん彫刻刀が立っていきます。それを無理やり前に押し進めるので、線がギザギザになってしまうのです。この時、彫るという言葉は使わないで、表面だけ削り取りましょうと言ってみてください。それだけで彫刻刀を板の表面に沿わせるように、すっと削れるようになります。彫刻刀がどんどん深く入り込んで動かなくなるような場合も、表面だけを削り取るという言葉で力を入れずにスイスイ削り取れるようになります。最初のクエスチョンに入る言葉は、削り取るだったのです。曲がった線の場合も同じように表面を削り取っていきます。彫刻刀の向きは変えないで、板の方を回しながら表面だけを削り取っていきます。彫りましょうと言っていた時にはうまくいかなかった作業が、削りましょうと言葉を変えるだけでこんなにうまくいくようになります。補足ですが、刃の先についた切りくずをトントンと叩いて落とすと、彫刻刀の先がすぐに傷んで切れなくなってしまいます。ティッシュを用意して優しく拭き取るようにしましょう。ティッシュは万一手を切ってしまった時に素早く押さえて止血するのにも便利です。上手に彫刻刀を使って版画の制作をお楽しみください。